昭和11年の間山王夫妻大常寺、山和脇の間山大き念碑我が魂つつしと坂かむ金志望碑文は、大寺六66世位、渡辺玄宗禅寺記号山をオーラが発掘した、通る通り、吉助田美塚墓標を安置する、祠ら海藻、通る通り、吉助の遺骨を安置する高安県伝統寺の近くに、ある、 トカシ・ハルサの墓地間残残置きな七月二十一日から九百四十七年九月十二日は日本の歴史学者、旧加賀藩石川軍の野市村の商家の長男として生まれた。家業は破綻するが、球場にありながら、トカシ氏とトカシ氏が解散して被護した大乗寺の研究に生涯を捧げた。大乗寺に保管されていた遺構が関係者によって、加賀大乗寺氏、 戸賀シ氏とかが一行一記資料として出版されている。神谷は、現在の野々市社本町を南北に走る、石川県道179号野々市剣線大野街道とも呼ばれ、現野々市市を経て、現白山市白山町と現金沢市近石を結んだ、道と東西に走る旧北陸道とが交わる交差点の横にあった。野々市村では、 人の往来も物流も最も盛んな位置にあって、江戸時代から続く味噌醤油を商う商家であり、明治期には作り酒屋を営むほど勢いがあり、三百国あまりの伝授を持つ有力地主でもあった。関山沖縄、仙台八兵の長男として生まれ、下に弟一人、妹二人がいた。本名は八兵、幼名は幸太郎といい、母は 野々市村の水毛伊予門の長女越であった。水毛家は先祖が東氏の家臣で、慶長年間には加賀藩の肝入りにも任せられている旧家であり、代々の当主は伊予門を名乗っている。幸太郎の最終学歴は尋常高等小学校で、あるが幼い頃から最地に優れて、学業成績が良く、性格は温厚だったが、独学によって、 知識と教養を高めようとする気鋭を持ち合わせていた。人前に出て目立つことを嫌ったため、公職などには一切つこうとしなかった。明治22年、金沢市近籍の岡田太志志郎の次女、富と結婚し、一男四女が誕生している。明治23年の野の一大化で、家屋や酒蔵を消失した後は、資金繰りが難しくなり、事業も思わしくない状態が続いた。 昭和5年に発生した昭和恐慌によって、ついに倒産に至り、住宅店舗の一切を失い、金沢市ぐるみ町で借屋住まいを始めることになる。残大きなお孫としたのは、この頃からで、あたかも過去を振り切って決裂するかのように、東氏と大常寺の研究に没頭し、新聞、雑誌への研究成果機構も開始するようになった。戦時下にあっても図書館がいを続け、 長男の住む東京への登竜によって、東京大学や、御子と教科文庫の資料閲覧を行うなど、研究の手を休めることはなかった。昭和22年に80歳の生涯を閉じ、野々市の関や大々の墓に葬られた。大乗寺には、残沖菜の記念碑が建てられている。押野僧の南部に、アナ直が創建した、密教寺へ、 越前永平寺三代住職であったトール通り、吉助が招兵されて、昭和四年に総統州の禅寺として解散したのが大常寺である。トール通り、吉助禅寺は、東義信の子孫として、越前が諏訪軍に生まれ、その演祖が、東思想家と同様の年人将軍であることに、家直が縁を感じての招兵であったとされる。その後、天正四年と天正八年の、 愛次ぐ佐久間森政の一向一期勢攻めによって、炎上消失するまでの304年間にわたり、代々の東氏の強力な庇護によって、永平寺に次ぐ総統集、第二の総林として栄えた。大正3年に行われた、野の市の高地整理事業で、海祖通通り禅寺の遺骨を安置したとされる、海山当初跡の地下から、石び三個が発掘された。これを聞いた、ザンオは、 現場に駆けつけて工事担当者に交渉し、骨粉が残る小瓶1個を自宅に保管した。それらの発掘品は現在の高安県に安置されている。また、通る通り前時のダビアトが野の市市太平寺にあったとされていたが、明治期以降の開墾と高知整理によって痕跡が消えてしまった。残沖縄、は太平寺町の有志と協力して、 発掘による探索を試み、ついに、通る通り、お正ダビボの墓牌を発見するに至った。現在、この墓碑は、新装なった都市計画道路の傍らで、野々市しよって整備された、新しい祠の中に安置されている。これらの資料が自分との関わりにおいて、 相次いで発掘されたことが契機となり、大乗寺の来歴を広く、世に知らしめる作業こそが己に課せられた使命のように、感じつつ、ますます研究に没頭するようになったものと思われる。加賀大乗寺市は、大乗寺が、押しの葬にあった海山から消失までの時代、金沢市内の木の新歩と、本田町にあった時代、金沢市長坂に移転して現在までに至る時代の、おのおのを、日本史。 日本全州市、郷土市と関連づけて、年代順にまとめたもので、700年にわたる、石川県の歴史を検証できる貴重な資料となっている。残、沖縄は、著書で以下のように断じている。藤原忠頼が、永遠元年に、我がの国府へ司として着任してから、守護、戸賀島幸香が、高尾城に没する、長京2年までが502年間、戸賀市最後の当主、 トカシ大春が、野の市の守護官を追われて、越前金津城へ逃れるまでが83年間、合わせて600年間近くにわたって、トカシの加盟を保持できたのは、民心を得て、人生を敷いたからに他ならない。なぜなら、同時期は、藤原氏の陰性に次いで、源氏を排除して、北条氏が登場する鎌倉時代、五代醐天皇が、 鎌倉幕府を倒して天皇神聖を復活した剣務の中高、その五代醐天皇を追放した足利高氏の謀反、五代醐天皇が南朝を立てて対抗した南北朝時代、応仁の乱などに揺れた室町時代、織田信長が足利義明を追放する安土時代へと目まぐるしく、時代が変遷した。相次ぐ戦い、親子の創国、兄弟争いなど、 瞬時も安らぐことのない動乱の時代にあって、六百年もの長きにわたって、加盟を保持できたのは、トカ氏の徳が深く加賀の民心に広まっていたからで、ある。トカシ正地加滅亡後も、防衛武道であった一気、一期勢映画、トカの知性を階級し、再び、トカ康安家を守護職に報じて、野の市の守護館へ向かえた。そのこと一つを見ても、 戸ガシ氏の遺徳が、民の中に深く浸透し、性暴の高かったことが伺えるではないか、と。また、大春の最後から400年を経た今日、史実の伝承もと絶え、戸ガシ氏といえば、物的の一向一揆、あたけの肝心町、加賀の赤飯、民から慕われた、藤原忠頼の直居住人の4点でしか語られる、ことがないことを嘆いている。研究範囲は、 石川県内にとどまらず、春佐と大春亡き後の、おしの、では、尾張、秋、木、のと、美野の格闘がししのその後についても追跡を、試みている。残、沖縄、何度かの状況による調査によって、関門日記、満載受合日記から新事実を発見したことを、歓喜し、先達しやの誰もが触れることもなかった、上皇国史五六、富士以降、 見本文書を手にしたときは、それらを捧げいただいて、しばし感類に浸ったと書いており、研究への思い入れが尋常でなかったことを伺わせる。人前に出て目立つことを好まなかった残置なであったが、晩年は、研究成果が石川県史第一編改訂版に採用され、加賀文化や北国新聞に連載されたことを素直に喜んでいる。残置なの業績は、 多くの英平寺関連資料を調べていた時に残置きの遺構を発見した元岡三郎が発起人となって2冊の著作が刊行されるに至ったが、いずれの書にも主会の権威らが残置きの業績を称える書評や関東ことを寄せている。中でも浅霞都市記は石川県立図書館に通って、 残置なの原稿を書写する作業を繰り返しているうちに、以下の感想を抱くようになったと書いている。金沢とその近郊が生み出した地方史研究者として、著名なのは、富田慶修、森田支援、日置県であるが、この三人に並んで看過できないのが関山置なである。先の三人は、犯行教師や県職員などの公務を持つ、旧制高校出身者などであり、 いわば私学を専門職とする身分であったが、残王騎は無意無感で終始在野にあり、藩、県、前だけなどの保護を一切受けず、高等小学校卒の独学立校の人であり、しかも三人には見られないフィールド作業で資料収集を重ねた文字通り少量の人であった。現下の状況は残王騎が到達した研究水準から一歩も進んでいない部分もあるが、 北陸の歴史に関心を持つ者にとって十分に活用するに値する基礎的文献であると最大の賛辞を送っている。元気元年5月上旬、守護官が一気攻めに遭い、氏大春夫妻は三人の小屋部下と共に越前金津へ逃れた。同じく守護官に合わせた大春の弟、氏春さらは大乗寺を経由して河北軍の伝統寺へ逃れた。 春ルらは、伝統樹種との援護を受けながら戦ったが、一期勢には勝てず自害することになる。残沖縄、キナは、大春の末裔で、大春から数えて十三代に当たる推しの後藤家の十二代、後藤吉方を訪ねている。春ルの墓が荒れてさびれていることを訴え、新しい用地を確保して、墓地を整備するための資金援助を講ったのである。内海委員を開業していた。 後藤義方は快諾し、その結果整備されたのが現在の墓地である。残置名も義方も共に現在の野々市市の人であり、誰よりも東市市に関わりが深い人たちであるからこそ行えた墓地整備であり、春佐の市から400年近くを経ても郷土に対する思い入れが人々の間に強く残っていた時代でもあった。昭和10年8月のことである。 戸ガ氏最後の地となった伝統寺については、加賀藩三代藩主、前田利恒や五代藩主、前田綱則も整備の手を差し伸べている。中期戸ガ氏や、なお、石川軍、オ野の住人で、年人将軍から数えて14代に当たるとされる資料があるが、戸ガ氏の系図に現れない。オ野荘僧の地頭、戸ガ家前の着手とする資料もあるが、家善が大乗寺へ、 伝事後長部を寄進した有名な寄進状の日付は、校長元年の解散から85年を経た、上は2年になっており、親子の年代が逆転することになって矛盾する。残、沖縄、いえ、なおの経歴が1日も早く明らかになることを、文中で望んでいる。東春貞の墓、残、沖縄は、東市唯一の墓だとして、整備に奔走したが、 戸賀市大春の墓も福井県阿市名高市寺にあって、手厚く供養されている。朝香都市記、昭和9年昭和62年、昭和期の日本史学者。金沢大学卒、石川工業高等専門学校教授を経て、金沢女子大学教授。古代、中世北陸の地域史研究を行った。著作に、百万国の光と影、アカネさす日本海文化。 日本古代思考業史の研究、自称受影の内乱論除説など。元岡三郎、明治44年平成13年、半世時代の石川郡大衆面村肝入りの子孫、元岡家に伝来した約1000点の資料を、金沢資金製資料館へ寄贈、著書に、加賀城福寺市、元町の歴史、金沢北港の変貌などがある。野の市長子集落編。 平成十六年三月、古市のボルンが三州市赤字付きたか六都賀市都賀が、一行一騎資料、野の市少子行や小太郎編、野の市役場間多くは経図、都賀市不略赤字付きたか六賀が大乗治市。ありがとうございます。